こんにちは。何味でしょう。アメちゃん、アメちゃんなんてやだ。アメ食べてます。正解。グレープです。あのおうち生写真撮ってて、そう、これ良くないのかな、配信中にこう口に入れたものを出すっていう。モン吉さんが初訪問、え、そんなの出るの今ね、えすごい。モン吉さんありがとう。しおりさんが初訪問、え、ありがとう、嬉しい。そんなの出るようになったんだ。え、ゆうじぱんさんが初訪問、え、すごい、なにこれ、変わった、ありがとうございます。ゲリラ配信なんですけど、あの、みんな宣伝してください、やってるよって。みんなが宣伝してくれたら助かりやす。あのね、あとね、何よりも言いたいことがあって、キリミさん初訪問ありがとうございます。ケンさんありがとうございます。あのお話し会のなんていうのかな、第一次申し込み、なんていうの、1回目の申し込みが全部終了したんですけど、1日目、うわ来たの、1日目あの卒業じゃない、1日目申し込み、もう受付終了の部がいくつも出たみたいで、本当にありがとうございます。なんか極小が、極小っていうのかな、が出たらいいなって思って見たら、まさかのいきなり完売が2つも、完売って言っちゃいけないか、2つも出てて、そう、極小も出ず、極小にもならずにいきなりだったから、そう、すごい嬉しかったです、ありがとうございます。あの本当に絶対に、私本当に顔とか歌とかダンスとかなんかそういうのには自信ないって言っちゃいけないけど、あんまし自信ないんですけど、あのお話し会とか、そう、みんなを思う気持ちとかはとっても自信があるのでケンさんスルーしたいくらいポジティブやん、やだ。え、すごい、2度目の訪問も出るんだ。2度目ましてありがとう。そう、なんかさ、言っていいのか分かんないけどさ、切り抜きを見てさファンになりましたとか、切り抜き見て好きになりましたみたいな DM とかが来たりとか、コメントで来たりとかしてびっくりです。そんな切り抜かれてる瞬間可愛くもなんともないのに。マコリンさんありがとうございます。あ、どうも、なんかさ、鼻のハイライトぼかしてなさすぎじゃない？前髪分けてみたの、気づいてくれた、嬉しい。だけどね、なんか、ま、今日眉毛描くの失敗しちゃってね、そんな日に前髪分けてるっていうそうえ、切り抜きであゆみちゃんのこと気になりましたって言ってた、嬉しい、そんな、ありがとうございます。前髪分けたあゆみ、本当ですか、そんなこと言われたら前髪分けちゃおうかな。なんかさ、最近さ、もうずっと前髪、普通に前髪ありにストレートというか、まあ、ロングにっていうさ、
なんかさ、つまんないかなって思ってファンの方もで、って思って今日は前髪を分けてみました。でも前髪分けた日に限ってあの眉毛がなんか失敗しちゃって、あのなんかマロさんみたい、なんか極太眉毛なんですけど、そう、天祖さん、スーパー神押しさん、 MMM さん、ありがとうございます。ちょっと前まで前髪開けるの主流だったけど今はレアよね。やっぱそうだよね、あんましさいないよね。え、そうなの、前髪さ分けたのに失敗しちゃった。だけどなんかもう分けるっていう、そうそう、あのおうちのお写真さ、いつもと違う風にしてみようと思って前髪分けていました。あ、そう、あとはなんだろう、ちょっとゲリラ配信なので、軽くお話程度にしようかなって思うんですけど、元気ですか皆さんは。最近は公演とかがないのでね。でもなんかね、昨日もね、あ、そうそうそう、ラルムのイベントについて話したかったの。そう、ラルムのイベント、そうについて話したかったんですよ。ラルムのイベントは今回はスルー、なんていうの、スルー、今回は やめようかなって思っています。なんかやっぱ何でも挑戦したいし、ラルムも名前を知ってもらう、たくさんの人に名前知ってもらえるきっかけの一つにもなるし、なると思ったし、ワンちゃんですごめんね、なると思ったし、なんか自分今選抜に入りたいって言ってて、そのうちの一つになるかなって思ったんですよ。それが叶うね、それが叶うことに向けての、なんかそれでやっぱ好きになってくれた方とかが増えたら叶うことの一つかなって思ったし、やっぱ48グループ全体じゃなくて、確か AKB だけですよね、 AKB だけだから、まあ可能性は広がるじゃないですか、48グループの時。ちょっと本当眉毛太すぎない？大丈夫そう？この生写真が届くけどみんな許してね。そう、 AKB だけだから大丈夫かな、大丈夫かなじゃない、そう、やって挑戦しようかなって思ったんですけど、やっぱ今お話し会の期間と被ってしまっているので、なんかお話し会に来てほしいですってやっぱ言ってる中で、ファンの方がじゃあみんな選抜に入れるようにっていう、まあ、もちろん会いたいっていう気持ちが多分皆さん第一で来てくださってると思うんですけど、なんだろう、やっぱ今なんかさ判断材料がないというか、選抜を決めるってなった時にやっぱお話し会がめっちゃ大事になってきてるから、そのためにって皆さんが言ってくださってる中で、わざわざなんか遠回りをしてじゃないけど、ラルムの方を、やっぱラルムもさ、なんか最初は本当に星だけでいいですみたいな感じでやろ、星とカウントだけでみたいな感じでやろうかなとも思ったんですけど、そうはいかないなと思って、うん、今はラルムはやめました。なのでなんかちょっとでもラルムのイベント、もしあやみんが参加するなら応援しようかなとか思ってくださった方がもしいたら本当にありがとうございます。その気持ちだけでとっても嬉しいです。雨舐めたい。舐めてもいいですか、雨。かわいい。ちょっと待って。あって言われたってさ。こんにちは、こんにちは。あ、ひでちゃん。ひでちゃんさんがフォローしました。だって、ありがとう。初訪問でフォローしてくれたなんて。嬉しすぎる。その怒ってる顔映しちゃうよ。何、おもちゃ取れなくなった？違うでしょ。あ、
にあってどうせ思ったよりも自分の想像の10センチぐらい椅子が下にあってドンってなっちゃったけど、あんま伝わらないよねこれ。把握できてなかった。自分が思ってるよりも下にあった椅子がIKEA の椅子です。びっくりした。その椅子買います。案件、今私椅子の案件そう思ったよりも下にあった。里吉さんありがとうございます。初訪問っていう人いっぱいいる。え、ペンギン青空さんが200回目の訪問、すごーい、200回目だ、ありがとうございます。どうしたん？おもちゃが入っちゃったんだね。取れなくなっちゃったの。おもちゃがソファーの下に入って取れなくなったみたい。ワンちゃんはマロンって言います。こんにちはって。髪の毛今ボサボサだけど、マロンです。うん、私も2時過ぎぐらいまで配信しますね。大きくなったね。だってあ、やべ、怒られる、噛んだ。今日は作業してて、でメイクしたよ。お家の無料写真を撮ってました。でもうすぐでお家を出るので、うん、みちけいさんありがとうございます。初めて見に来てくれて。あぐまるさんありがとうございます。え、ね、待って、家出る3分前に配信始まったからご飯の予想キャンセルしたって。ねえねえ、ごめんねすぎる。それは大丈夫なやつ。あ、としきさん200回目だって。今日で見に来てくれてありがとうございます。そうだよ、極太眉生女子ですかね。皆さんレアですよ今回のは。そう、極太眉毛なので失敗しちゃいましたね。5月のお話かエミン初撮りしたよ。だってありがとう、嬉しいです。待ってます。言い方
極太眉おうちの前出しなので、あのね、テーマはまだ言っちゃいけないか、まあいっか、テーマっていうか、まあ5月なんですよ。でもさ、世間にはさ、まだ5月ムードじゃないんですよ。だって4月にもなってないんですよ。なのにさ、5月に使うものがさ、売ってるわけもなくさ、もうさ、超困りました。だけど、あ、これにしようと思っていいの思いついたので、楽しみにしててください。花丸さん、しぶこさん、ありがとうございます。今山中湖にいるの？加藤涼さんぐらい極太ですか？いや、加藤涼さんには負けるかなこのぐらいです。こんにちは、こんにちは。お彼岸って何？お彼岸って、おもちゃじゃない、お団子食べるやつ。すごい、初めて訪問してきてくださる方がいっぱいいて嬉しい、ありがとう。お寿司好きですか？お寿司好きですよ。あのね、この前ねこの前めっちゃロケでお魚をめっちゃ食べたんですよ。なのにその次の日に帰ってきて、帰り、あ、お昼ご飯ちょっとパッと食べてから帰ろうかなって思って寄ったお店がお寿司屋さんで、さすがに自分でも笑いました。本当にめっちゃ食べたんですよ、お魚をね。なのにその次の日帰ってきて選んだお昼ご飯お寿司ですよマジで面白い、なんかどんだけ魚食べるんやって思って、面白すぎて笑っちゃいました自分で。でマネージャーさんに話したそう、別の仕事で会った時に話しました。その時一緒だったマネージャーさんに、聞いてくださいって、あんだけ魚食べたのに覚えながらアイドル見てたけど、画面越しの推しメンがいっちゃんかわいいだってありがとう。あ、私で合ってる？画面越しの、それともこっちかわいすぎる。マロンえ、週3でくら寿司行ってますだって。くら寿司派なんですね。私は浜寿司が一番多いかも。かなちゃんにお魚の美味しさ教えてあげて。いいですよ。でもかなちゃんってさ、生魚が食べれないだけだよね。私もね、生魚はねそんなに得意ではないんですよね。そう、普通のお魚も食べれないのかな。あ、そう、あとね、じゃあみんなにだけね、今見てくれてる人だけに先言っちゃうけど、あのこの前、先日ですね、ディズニーに行ってきたんですよ。なので、なので写真が載るのを楽しみに待っててください。そう、ディズニーに行ってきたの。なので待っててね、写真載るのそう、寿司三昧って安いんですか？え、そうそう、プラメ載せられないんですよ、なんでかわかんないけど。え、トイストーリーのホテル予約した。いいな。めっちゃさ、トイストーリーのホテル埋まってるんでしょ。なんか埋まってるって聞いたけど、予約できるのかな今って。いいな、いいな、いいな、混ぜて。ちなみに私はランドに行きました。ディズニーって楽しいよ。なんかね、非現実的、なんていうのかな、なんか楽しい。なんかディズニーってご飯も
そんなに高くない、そんなに高すぎずだし、高すぎずだし、しっかり美味しいし。あ、そうだ、ドナルドのパーカー遅れたよね、前ね。だけど明らかにね、ディズニーってね、わかる、なんかね、写真はね、アウトだし、なんかね、メンバーが言ってたのは、なんだっけな、なんだっけ、ちょっとディズニーの園内が映っちゃっただけで、ダメだったって言ってました。だからカチューシャつけてる写真なんてもう持ってのほかだよね。USJ もでも行ってみたいです。行ったことないんですよね、 USJ。 でも USJ は弟もママも行ったことがあって、一緒にではないんですけど別々でね。そうだけど2人とも酔ったって言ってました。映像系が多いんだっけ、なんか。あ、そう、空いてましたね、めっちゃ。まあ、空いてるって言っても、まあ、まあ、普通の時に比べたらって感じかな。え、コミさん、この前ディズニーの写真めっちゃ来たけど、あれはなんで大丈夫なの？え、じゃあ遅れるのかな今。でもさ、3月が一番混むって言いますよね、テーマパーク、春休みとか卒業とかで。美女と野獣で酔いました。え、美女と野獣って映像系なの？そう、ちなみにね、その時は乗れなかったんですけど、美女と野獣は乗り物7分待ちだった。一番並んで40分。もう2時間とか並べないよね。一番並んで40分ですよ。友達が景色とか世界観の観点からだとディズニーがいいって言ってました。 USJ は技術って言ってました。なるほどね。そうなんだ。ユニバ一時期週3とかで行ってた。すごい。なんかずんちゃんも昔、あのファストパスじゃなくて、なんだっけ、年パス持ってたって言ってました。安いんだよね、すごい。 USJ は年パスが安いみたいな聞いたことある。ランドはランドっていうかディズニーはめっちゃ高いんですよ、年パス。そもそも交通費で取られるから。え、そうだよ、40分もうじゃないよ。40分って言ったらもう、あ、一瞬一瞬、めっちゃ少ない方ですよ、ディズニーで40分ってことは。40分なんてね、あのね、喋って携帯いじってたらもう一瞬です。そう、一番並んで40分。でもさ、やっぱさ、なんかディズニーで遊んでからホテルに泊まるっていうのはめっちゃいいなって思いました。なんかさ、ディズニーの終わって門を出て現実、そのまま駅に向かったらもう現実に戻される感じするけど、でもそのままホテルだったらさ、なんかまだ続いてる感じっていうか、楽しみが。生足でなければそんなに厳しくないはずだけど。あ、そうなの？じゃあメールも送れるようになったのかな。挑戦してみますね。怒られる。でも分かんない、行ける、届く人もいたってことだね。あさっての東京、2月並みの寒さらしいですよ。もうさ、暑くなったり寒くなったり大変だよね。なんか分かんなくないですか。私も今日この格好で外出れるか不安だけど、まあ出ちゃいます。出ていく。カチューシャはミニーちゃん、王道、王道ミニーちゃんです。まあね、マスクがなかなか外せないからさ、マスク取った写真っていうのがさ、難しいよね。
おもちゃを下にやっちゃったみたい。って思ったらここにあった。今日はやっぱ暖かい？そんな気がする。私もでもさ夜が寒いんだよね。どうしましょう。でもきっと大丈夫この格好で行きますね。夜冷えるよね。え、今から友達とバーベキューしに行く。いいな、バーベキューいいな。こんにちは、こんにちは。あ、そうだ、そういえばかなちゃんの卒業公演出演します。まあ皆さん分かってたと思うけど、大体それで出演しないですって言われてもね出演します。え、痩せた？嘘、そんなに体重は変わらないです。24日ですかね。いやーなんか全然実感湧かないですね。でもね、なんかさきっとさ、まあ会うじゃないですか。なんか一生会えなくなるってわけじゃないし、なんかやっぱ普通にお友達になるだろうしなんかなんだろうね、まだね寂しいとかじゃない。今は寂しいんだよ、もちろん一緒に活動できなくなるし、なんかやっぱ一緒な時とかもいつも隣に行ったから寂しいではあるんだけど、なんかね今は卒業ドレスを、これ前も言ったかもしれないけど、かなちゃんの卒業ドレスの、言ってないか、卒業ドレスの姿を、もう綺麗な姿を見るのが楽しみっていう気持ちの方が今は勝ってる。そうね、なんかその時になってみなきゃ分かんないけど、まだ寂しいっていう気持ちよりも綺麗なかなちゃんを見るのが楽しみだなっていう気持ちなんか勝ってますね。はーちゃんね、ナーミンはかゆみの泣き方が子供みたいで可愛くて好きだな。それめっちゃコメント来てた。私そんなかなって思って見たんですよこの前。なんかリバイバル見てて、そしたらタヤちゃんの卒業公演、卒業公演じゃないか、タヤちゃんのラストアンナ先生公演、そしたら確かになんか子供でした。あとまこさんの卒業公演の引っ越しましたの自分もやばいなんかこんなになって泣いてるかな。あ、そうそう、ナーミンがそう話してた、たやちゃんのって言ってたって聞いたから。なんかまこさんの思い出したらこんな感じなのかなちゃんもなるのかなと思うけど、かなちゃんとまこさんはまた違うじゃないですか。なんかさまこさんの時はさ、やっぱさもうさここで目を合わせることもなくなるんだとか、なんかもう本当に寂しくてなんかもう一生会えない、なんかわかりますかとか言ってかなちゃんを泣くんだろうけど、でもなんか卒業発表の日が一番さ泣いてやってたかもしれない。まだ卒業公演してないかわかんないけど、ねえ寂しいよね。でもそっか、見送る側かって感じ。どうした？ああ寂しい寂しくなってきましたね。
だけどまあ普通にもうさ、刑でも刑も終わりだもんね。ねえ、かなちゃんも仲いいメンバーに、メンバーとに見送られながらっていうのかな、でよかったなって思った。それがね、私も心配だったというか、代理さんの、そう最初はさ、あね、今日ナズナなんだよね、ナズナとクララがもうすぐ、クララが明後日か。いや卒業公演ラッシュで本当にね、なんか別れですね。小田さんが出演してくれるのめちゃくちゃ、そうね、よかったと思って、そう配信でも話してたかもしれないけど、お代理さんね出れないかもみたいな言ってたけど、お代理さん、だから私もあ、そっかって思ってだけど出れるみたいだったから、そう日にちをずれ、日にちがずれて出れるようになったみたいだったから、そりゃ買ったと思って。マネージャーさんに小田さんが何て言うか知りませんよって言ったら出れるように調整してくれた。そうなんです、本当はねもうちょっと早かったもんね、早かったんだもんね。したら公演な、舞台中なんですもんね。よかったよかった、かなちゃんも嬉しいと思う。なんていうか分かりませんよ、やばい。そっか、かなちゃんか。なんかさ、いつもはさ、かなちゃんって、かなちゃんの仲いい先輩ってどんどん卒業していくんですよ。かなちゃんが仲良くなった先輩が、だからいつも私はそれを隣で見てたから、最初は田野さんと仲良くて、でも田野さん卒業しちゃって、そしたら次に紬さんかな、早坂紬さんと仲良くなって、でも紬さんも卒業しちゃって、もう本当に毎回かなちゃんの仲良くなる先輩がどんどん卒業していくんですよ。そうで次仲良く、次ナーナさんと仲良くなって、でもナーナさんも卒業しちゃって、で次峯岸さんかな、峯岸さんと仲良くなってて、でも峯岸さんも卒業しちゃって、で次お代理さんと仲良くなって、お代理さんも卒業しちゃうんじゃないかと思ったら、そう、もうついにかなちゃん、ね、かなちゃんが仲良くなる先輩がどんどん辞めていくんですよ、次に。そう、一人辞めて、で次にまた仲良くなった人がまた辞めて、で次仲良くなった人がまた辞めてみたいな。ついにかなちゃんでしたね。その都市伝説みたいな。いやー、ついに一番仲いいメンバーが卒業するか、本当に実感ない、実感ないけど、なんかふとした瞬間に思い出す、あの実感が湧くけど、まだ本当全然実感ない。なんかプライベートでもさ、会う感じがするからかな、だから実感ないのかな。
まああとはね、何よりもなんかかなちゃん本人も言ってたんだけど、卒業公演発表後に、発表後にあの忘れたけど言ってたけど、やっぱ公演が今できない、公演の回数が少なくなっちゃったから、それが本当にね、もっと思い出、一緒に思い出作りたかったって言ってたからね、そうだよなと思って、それがないから実感がわかないのかな。この前も私めっちゃ劇場公演ぶりとかにあったんですよね。いや変わらず会いますよ、かなちゃんとは会って話をしてね、頑張ってねって、絶対入れるよっていう風に、そういつも言ってくれるから、いやー楽しみだな、ドレス姿すごい、めっちゃ初訪問、初訪問、二度目、初訪問って一気にコメントが消えたんだけど、ちょっと待って、初訪問通知でコメント、あー来た来た来た、ヤッホー、やっと音も聞けるしコメントもできる、ヤッホーありがとう。でももうちょっとで終わっちゃうけど、かっこいい系かな、ドレス全然想像つかない。え、そうだよね。でもね、かなちゃんはね、なんかかバキバキかっこいい系だけど、なんかそういう綺麗めのね格好もね似合うんですよ、めっちゃ。例えばなんだろう、なんかそうインスタのさ最初の方の写真とか、ドレスはやっぱファンの方も楽しみ、楽しみって言ったらあれかもしれないけど、やっぱ今いろんなメンバーのドレス姿がさ SNS 上に流れてきてさ、やっぱみんなさ自分だったらなとか、自分だったらこういうのかなみたいな話をするときに、やっぱその話をするときにキラキラしてますもんね、メンバーって。やっぱドレス姿綺麗だよね、ねキラキラしてるよね。10分に終わるのでもうちょっとだね。急いで帰ってきたのにごめん、まだ考えておいてほしいのが本音。そうだよね、でもいつ何があるか分かんないからね、メンバーみんなね。エミもすでに想像があったり構想があったり、うん、でもこういうのがいいなみたいなのはあります。 AKB 追いかけて10年ちょい、推しの卒業未だに経験してない。そうなんだ。じゃあもうさ、初めての推しの卒業とかもう大丈夫、大丈夫お仕事お休みとか取らなきゃいけなくなっちゃうね、まあ、そこはねお仕事仲間同士で助け合ってもらってエミはまだいて、泣いちゃう、本当に泣いてくれるの、私が卒業するってなったら。卒業公演って周りのメンバー泣いちゃってるけど本人ずっと笑顔なんだよね多分ね、もう本人はなんか今も卒業していくメンバーが周りにいっぱいいるけど、もうね多分なんていうのかな、みんなさほとんどみんなさやっぱ悔いなく卒業っていう感じがあるじゃないですか。悔いなく卒業だからさ、みんなキラキラしてるんですよね。つまり卒業する前に推し変するってことで、違うじゃない、まだ卒業してないってことじゃない、好きになったメンバーが。そう、もうみんなすっきりしてる。だって本当に楽屋とか見てても、岩かけるときとかもそうだったけど、もうねなんか本当キラッキラしてるもん、卒業発表したメンバーって。みんなね綺麗になられていくし、頭の片隅には卒業あるの。卒業っていう卒業はまだないかな。さあ誰しも
将来のことを考えたりとかはあるけど、ね、卒業発表するときれいになる説、いや本当に西川れいちゃん、うん、れいさんとかなんかめっちゃキラキラ卒業後の自分の話をメイクさんとかにしてるの聞いてて、うわーこんなにそっかーって思いました。そうだよなーってね、やっぱ若くして入られてさ、その分大変なこともあったかもしれないけど、選抜も経験されて今卒業するってなってもまだこれからなんですよ。これからなんか第二の人生って感じで、それを話してて綺麗だなって素敵だなって思いました。マロン最近朝ごはんを一回で食べなくて、朝で食べきらないんですよ。それを今食べてる。かわいい。ねえまだ18歳って羨ましすぎる。ほんと。アイドルの時間よりもこれからの人生の方が長いからね、うん、でもさって思ったらさ、ファンの方もさ別にアイドル応援しててさ、なんていうの、一緒にさこの先一緒にゴールインするわけでも、ゴールイン結婚とかするわけでもなければさ、なんていうの、自分だけのものになるなんてことはないじゃないわけじゃないですか。将来ゴールインってそう将来、いや分からないけど、それは何が分かんないっていうか、なんていうの、普通に峯岸さんみたいにこうさ推しメンとみたいな、そうあるから分からないけども、でもそんな中でそうやってずっと応援してくださって本当すごいなって思うんですよね。本当にそう、本当にふと我に返ってた時ね、すごいなと思います。だからファンの方の大切な長い長い人生の大切な時間をやっぱいただいてるから、そうだから絶対に幸せにしたいなって思いますね。一番いい時にみんな卒業しちゃって心の整理が、まあ、そうだよね。メンバーからしたらさ、やっぱさ自分がこう沈んでる時には卒業したくないわけじゃないですか。もうやりきったっていう気持ちで卒業したいけどさ、そのメンバーがやりきったって思ってる瞬間ってファンの方にとっては最高にキラキラしててさ、もっともっと見たいって思う瞬間なわけじゃないですかね。それが難しいですよね。もう十分すぎるから幸せもらって、いつもありがとう。ありがとう、こちらこそだよ。ご飯食べたの？ご飯食べたの？よいしょかわいい、かわいい、かわいいね。あ、やばい、10分になる。よし、みなさんそろそろ終わりますよ。
なんかあれなんだっけ、なんかあれあのスクショタイムするのでみんなポーズ送ってください。お疲れ様でした。ありがとうね、みんな見に来てくれて、お昼の時間にイエーイって感じイエーイ、うわエミの配信は壇上になくてもリクエストしてる、え、もちろんちょっと欲しいっていい？出演していただいてもいいですか、パイセン。いいですか。いいですかね。ちょっとだけいいですか。後でお菓子あげるんで、おだちん。いいですか。いいですか。出演していただいてもこちらに。あ！ダメって。ダメ。いや、ご飯の匂いがする。いいですか、朝でお菓子あげるんで、ちょっとだけ顔見せてもらってもいいですか、こっちに。すいませんね、ごめんなさいね、忙しい中ね。すいません、こっちです、カメラこっちですはい、みたいな顔見せたよね今。すいません、こちらですね、カメラは。はい、目線ください。マロン、もう嫌かね こっちうん、大丈夫。やめてよ、引き立て役やんか、どう見ても。おいねえ、引き立て役にしないでよ。ありがとうございました。よし、じゃああとは数枚ポーズをして終わりますよ。あ、じゃあ私が最近ハマってるポーズしていいですか、これちょっと待って、唇の色こんななかったの今日。これです、今ハマってるポーズ。なんかのさ、なんか撮影のゲームの撮影かなんかの時にハートポーズっていう指定があったの。だからさ、まあ普通、まあ、これかこれじゃないですか。でこれかこれかと思ってポーズしてたら、そのゲームのスタッフさんが、あ、せなんかちょっとあのぎこちない手で、すいません、あのこれでみたいな、こういうやつでって言われて、え、そっちみたいな、これでもこれでもなくてと思ってめっちゃおもろかった。 AKB ワールドかな。こっちねって、すいません、こういうハートでって、あ、そっちですね、すいません。ハートの中に入りました。あ、でこれもあるね。ありがとうございました。最後に小顔にして小顔、
し終わりますね皆さん。最後にランキングを読んで終わりたいと思います。13位、高明金さんありがとうございます。12位、よしこちゃんありがとうございます。11位、やっちゃんさんありがとうございます。10位、ブー様ブーブーさんありがとうございます。9位、ギフミン297号さんありがとうございます。8位、ライスさんありがとうございます。7位、わたるさんありがとうございます。6位、モン吉さんありがとうございます。5位、アナストさんありがとうございます。4位、ペンギンヒップさんありがとうございます。3位、 HK さんありがとうございます。2位、としきさんありがとうございます。そして1位、ケンさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。次回の配信楽しみに待ってます。さて、ありがとう。皆さんもしよかったら Twitter、 Instagram、 ショールーム75TikTok のフォローよろしくお願いします。そしてプライベートメールもあるのでぜひフォローよろしくお願いします。ゲリラ配信大歓迎なのでいつでも優しい。ありがとうございました。ではバン。最後に犬なポーズをして終わります。ではまたね。ありがとうございました。